さあ始まりましたオンステージ。ハローエブリワン。どうしたんですか英語で。今回のゲストの方にちなみまして、うん、英語で挨拶させていただきました。今日は英語のこう使うようなゲストさんが来るってことだ。そうなんです。英語できます？全然。なんでですか？なんでそんな笑顔で。私だってできることなら日本語で挨拶したいです。僕もできないですよ英語。どうします？とりあえず頑張って笑顔で乗り切りましょう。はい、わかりました。よろしくお願いします。それでは早速今回のゲストの方をお呼びしましょう。今回のゲストはエンターテインメント総合科声優コース1年ジョン・ジフさん、ジェローム・オーイ・ジャンロングさんです。お願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。札幌から飛行機で3時間ほど離れた韓国、そこから留学してきたエンターテインメント総合科声優コース1年ジョン・ジフ。声優の仕事やそれに関わる仕事がしたいという思いで札幌へ来た。本校では声優の授業のほか殺陣やアクションを学ぶ学生だ。そしてもう一人、札幌から飛行機で約9時間ほど離れたマレーシア出身、同じくエンターテインメント総合科声優コース1年ジェローム・オーイ・ジャンロング。昔から日本語のアニメを見ていて興味があり、声優になりたいという思いで札幌に来た。本校で声優の授業を熱心に取り組んでいる学生だ。今回はこの留学生2人の魅力に迫る。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。2人は日本語は大丈夫です。ああ大丈夫です。よかったね。よかったね。じゃあまず海外からこう来て、はい、韓国とマレーシア、マレーシアですもんね。この学校を選んだ理由とかっていうのは何なんですか？私はですね、その韓国からその日本のアニメとか映画ドラマを見ながらその日本に興味ができたんですけど、うん、その中でやっぱりその北海道の関連の映画があったんですね。その映画を見て、あ、行ってみたいだなと思ってて。これは韓国にいる時からこの学校を狙ってきたのか、もしくは日本に来てこの学校を知って。あ、韓国はそのこの学校の地形グループの韓国事務所があるんですので、その事務所を通じて。なるほどね。じゃあもう結構もう日本に来る段階でこの学校を狙ってたんだ。そうですね。ジェロームさん、いや、マレーシアの事務所ないんすよ。ないじゃあ、じゃあなんでこの学校にしたの？いや、この学校にしたのはね、日本学校を卒業する前に、うん、進路を決めるんですから、はいはい、で、専門学校に行くかなって思ってて、で、いろんな学校を見学してこの学校を選んだんですけど。なるほど。じゃあ日本に来て、こう日本語学校のために来て、そんで日本でこの学校を知ったってことか。はい。じゃあきっかけは2人ともね、違うけど、うん、ね、最終的には選んだと。なるほど、なるほど。そんなジフさんとジェロームさんの授業や普段の様子に密着した VTR を用意しましたので、こちらをご覧ください。2年前から日本語を学び始めた2人。ジョンは日本語学校や韓国の塾で日本語を学び、ジェロームも日本語学校や日本語のアニメを見て2年で習得しました。授業でのアフレコを覗いてみよう。見せてみろ、お前に未来に来た親父を取り戻す気合があるかどうか。これを壊すのは簡単だが、それだけじゃ面白くねえ。他にも声優を目指すため必要な演技、歌などの授業に積極的に参加しています。ところで皆さんお気づきでしょうか。この日もこの日も毎日ジェロームは寒い札幌にもかかわらず半袖短パンで過ごしているのです。その真相はスタジオで。確かにねえ、楽しそうなところになんか目いってちょっと気づかなかったけど、北海道のさっきだからさ、その外からさ普通に半袖短パンでさ、ね、なんかコンビニから帰ってきたけど、あれ寒いくない、はい、大丈夫です、近いですか。お国柄ってこと？お国柄じゃないんですよ。うちの国は暑いっす。暑いなのに俺はなんだっけ、変な人みたいな感じ。
ジェロームさんのこのスタイルはもう校内でも大変有名です。あ、そうだ、半袖短パンの人がいる。そうなんです。それはなんで、そのなんかそのすぐ覚えてもらうためにとかっていうのがあるんですか？いや、ないです。別に本当に自分が短パンが半袖が単純に動きやすい、動きやすいだけです。そうなんだ。ジクさんはどう思います、この半袖短パン。人間じゃないと思います。いつか人間やめるかもしれないからね。おかしいよね。風邪ひかないでくださいよ。大丈夫です、はい、風邪ひかないです。大丈夫ですか？よかったよかった、そうなんだ。3月の体験はこちら。本格ゲーミングルームで対戦、プロゲーマーが秘技伝授、 e スポーツプロゲーマー体験。詳しくはウェブで。さて、 VTR でお二人のアフレコ中の様子がありましたけど、半袖短パン今が見えてる。ちゃんとね、授業も受けてたよ。受けてますから、大変上手ですよね。いや、なんかね、すごかった。なんかね、すごい感情入って、なんかうまいなってことですね。そこで今回はお二人のアフレコがいかに上手なのか、皆さんにご理解いただくために、スタッフとお二人のアフレコの比較映像をご用意いたしました。はい、わかりました。まずはジフさんとスタッフの比較映像から見ていきましょう。あなた一人で行くその道、私が一緒に行くはずなのに、この子が私を引き止めます。あなたの顔、忘れてしまうのが怖いです。あなた一人で行くその道、私が一緒に行くはずなのに、この子が私を引き止めます。あなたの顔、忘れてしまうのが怖いです。続いてスタッフとジェロームさんの比較映像を見ていきましょう。7秒経過。ロードローラーだ。ムダ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 。8秒経過。おりゃー。7秒経過。ロードローラーだ。ムダ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 結構かっこよく。ジェロームさんは何のシーンですか？ジョジョの奇妙な冒険第3部。ジョジョ大好きっす俺。あれも好きだし。そう、初めて見た時に、いやーこれここはあアフレコやりたいなここって考えたんですけど。やっぱりなんか2人とも感情のね乗り方がすごいなんかねありますよね。なんかあるんですか、その意識してやってることとか。いや、ただ自分がそのキャラだと思ってて、で急にもうビュッに入ってやったんです。それでもなんか感情が近まらない時もあるんですね。その時はなんか昔の考えをします。なんか辛かった時とか嬉しかった時とか。なるほどなるほど。自分の体験と合わせてそういう感情を乗せる、はい、あなるほどなるほど。じゃあ最後に2人の目標夢を聞いてもいいですか？はい、あジフさんか。はい、一応私はその声優が第一の目標なんですけど、その日本で活動するのも検討してるんですけど、うん、なんかやっぱり日本の場合は私の年も年だし、それで韓国に行って活動することも検討してますね。じゃあその日本になるか韓国になるか分かんないけど、この声優という職業についてやっていきたいと思うんですね。はい、はい、そうですね。じゃあジェロームさん、やっぱ声優になりたいです。目標はやっぱ声優です。でどういう声優になりたいとかっていうか、悪役とかやる声優です。でも最後倒されるかもしれないですけど楽しいですか？なるほどなるほど。日本でやっていく、マレーシアでまだ決めてはない。まあ、できるだけ、できるなら日本でやりたいです。あでも、まあ、国関係なしに、国関係なしに、あ、はい、頑張りましょう。はい、頑張ってください、はい、これからも。今回のオンステージはジョン・ジフさん、ジェローム・オイ・ジャンロングさんをゲストにお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。